だから、ここ遅れてるって。毎回行ってるとこでしょいつになったら行ったら治るのよ。は私がずれてるそんなわけないでしょあんたのリズム感どうかしてるんじゃないのまったく。ライブになったらどうするつもりこんな恥ずかしい演奏聞かせられないよ。はライブやるのかって。 あんたそれふざけてるのできるわけないじゃん。ベースもドラムもいなくて。現状バンドかどうかも怪しいような私たち二人で何ができるのよ。いやだからメンバーを集めようとはしてるって。ただ見つからないのよ。あんただって見つけられてないでしょ私だけ責めないでよ。ああ、もう。こんなこと言い合っててもしょうがないし。 今日は終わりね。早く片付けしよ。う。ねえ聞いてるもう時間だからスタジオ出ないと。延滞料とか払いたくないわよ。今月金欠だし。ああ、あんたが払ってくれるならいいけど。でもそんなお金ないでしょ。やばいもんね。最近のお昼ご飯とか、本当に見てるこっちが心配になるようなものしか食べてないし。 何か言いなさいよ。さっき変な空気になったのは悪かったとは思うけど。でもお互い様でしょそんなこといつまでも引きずって、辛気臭い顔してないで。ただでさえメンバーがいなくて寂しいバンドって見られてるんだから、あんたくらいはいつでも明るくいなさいよ。ねえってば。 いつもならこんなことがあっても今頃バカみたいに笑ってるはずでしょそれが何本当に今日はらしくないじゃない別に悩みでもあるのまあ仕方ないからバンドメンバーのよしみで聞いてあげないこともないわよはえちょちょっと言ってる意味がわからないんだけどえっとやめる って何バンドをやめるってえだってやめる必要ないっていうか今はやりたくないなら少し休んでさそのくらいの融通は聞かせられるよ私たち2人しかいないんだしだからそんなやめるなんては別のバンドに誘われてるどこも そこって、大手レーベルに声かけられたっていう。待ってよ私何も聞いてないてか人のバンドメンバーを強奪しようなんて、そんなやり方おかしいでしょだから今こうやって相談してるって。そんなのダメに決まってる私が許すはずないでしょその話、今すぐ断って。でもじゃない あんたができないなら私は代わりに断ってあげる。デビューできるチャンスそれ本気で言ってるのというかそんなのでデビューできて嬉しい。それに絶対成功なんてしないよ。ほらあのボーカルの女いるでしょ。結構男遊び激しいって。この辺のバンド界隈では有名な話だよ。あんたも消費されるだけされてその後は捨てられて終わりだと思うよ。 だから、私と今まで通りやっていけばいいでしょなんでなんでそれでも悩むのよ嫌だよ。あんたと音楽やれて、二人でいれて、せっかく楽しかったのに。なんでそんな簡単にやめようとできるのよそう思ってたのは私だけあんたはそんなことなかったの もう、わかったわ。そんなに音楽やりたいなら、やらせてあげる。でも、別のバンドとか、他の人と組むのは絶対にダメ。私と二人でしか許さない。もちろん今まで通りじゃ、デビューなんか無理だよね。だから、あんたは音楽に集中してくれていい。お金のこととか、生活のことが、私がどうにかする。ね。 なんでそんなに嫌がるのよだって幸せなことでしょあんたは音楽がやりたくて音楽に集中したくて私はずっとあんたと二人で一緒にいられるはぁ <laughs> そんな反応するならもういっそのこと家に閉じ込めちゃおうか今の時代いろんな方法でプロにはなれるわけだしね もう、そんなに抵抗しないでよ。大丈夫だって、今までどんだけ一緒にバンドやってきたと思ってるのきっと私たち、相性はバッチリだからさ。安心して、二人で生活しようね。